さあ行ってみよう。さあまずはノミネート15番伊藤選手のシュート、落ちたリバウンド。さあこれは OK。 10番大野選手、インサイド強いですね。おっと早速ファウルだ。さあ早速メンバーチェンジです。さあどんどんいきましょう。まずは選手権はドミネイト。さあここは経営選手の14番、おお、これで1対1。さあ序盤はいいパスの連携から OK。 さあいった、おっと15番囲碁選手、非常にねタフネスな選手です。おっといけるか、おっとナイスディフェンス、 OK、 ナイスルーズ。さあこれはバイオレーション、これはバイオレーションです。ドミネートボール 3x3 は12秒でシュートを打たないと相手ボールになってしまうという、はい、非常に速い展開です。さあベンチからも囲碁選手の大きな声が出ている。さあここはおっとファウル。さあナイスアタック。さあ K セレクト。さあ K セレクト2番塚原選手。さあ得点は2対1、ドミネートリード。さあ非常に、おっと流れるようなパス展開から、おっとナイスパース。さあ素晴らしいコンビネーション。さあ来るか、おっと連続。さあ14番西田選手連続ポイントです。しかしイージーに返す。さあ非常にねスキルフルな、 OK。 さあ来るか、これは惜しい。さあ非常にいいパスからのナイスリバウンド、おっと。さあドミネート、これで5点目か。さあどこまでいけるか、でアタックして、さあナイスリバウンド、おっと、おファール。さあこれはファールで取りました。これメンバーチェンジ。さあ序盤5対3。さあ来るか、おっと15番伊藤選手注目ですね、はい、おっと。さあ気合が入ってます。さあ素晴らしいドミネートのスタートダッシュが素晴らしいですね。さあここからどうする。さあドミネートの2ポイント構成、ナイスリバウンド。さあ K セレクトも頑張りたい、おっと。さあ岩佐選手非常にキャリアの長いいい選手ですね、おっと。さあルーズボール。さあここからどうするか。さあ伊藤選手のアタックから、おっとうまい連続得点。さあ15番伊藤選手が非常に活躍してます。さあアタックを見せるのは塚原選手。さあいけるかな、おっとビッグショット。さあまだまだ K セレクトやれるんでしょう。さあどうする、 OK ナイスパス、 OK。 さあリバウンドが激しい、おっとここで非常に活躍してます。さあアタックを見せるのは塚原選手。さあいけるかな、おっとビッグショット。伊藤選手が非常に、紫のチーム K セレクト。さあ今ボールを持つのがチームリーダー塚原亮、おっと見せる、おっと三沢選手いった、おー N1 イエイイエイ、三沢選手ナイスショー。すごいね、すごい今のは激しいシュート、
これはシュートが入ったらフリースファールを受けてシュートがあったらもう1回フリースローを打てるので2点プレーです。さあ決めることができるか。 OK、 グッショー。さあ三沢選手の得点で8対6。さあいいディフェンスから、さあ注目の囲碁選手来るか。おーっと止まらない、アンストッパブル。さあグッシュー、さあ行くか。おーおー、ブロックも飛んでます。非常にいい展開。さあ来るか、おっとナイスパス、 OK。 さあリバウンドが強い。さあこれで11点目。おーっとオフェース、盛り上がってますね、盛り上がってますね、いいですね。いいディフェンスから、さあ注目の囲碁選手来るか。おーっと止まらない、非常にいいチーム。さあ囲碁選手が鼓舞します。 OK、 ファールが加算できて、ファールがこれで3つ目かな。いいですね、すごいですね。気合がもう分かってる、注目選手は囲碁選手ですねもう分かってるね、もうそりゃそうだね、応援しよう。さあこれで11対6、まだまだありますからね。さあ2ポイントだと分からない、おっといった。さあ綺麗なノーマークから、おっと惜しい、リバウンドはしっかりとノミネイト。さあパスがよく通る、おっとリバウンド。さあ非常に、さあここ勝負どころ、いけるかな、いけるかな、おーっとブロックショット、おーおー、さあバイオレーション、今はノーカン、ノーカウント、ノーカウントバイオレーション。さあいいですね。さあ11対6、残り6分。さあここからどんどんいきましょう。2点は、おっとすごいパスだ、おっと。さあ非常に見せる5番の岩佐選手、おっとこれは惜しいか。さあここからどんどんいきましょう。2点は、おっとすごいパスだ、おっと。リセットですね、リセット、ちょっとよくリセット。さあドミネート、千葉県のチームです。非常に組織力のある強いチーム。さあそこに対して、今季、おーっといった。さあ紫 K セレクト、今季から、今季からね参入している新チーム、おっと A はイエイエイ。さあ連続得点、苦しいですが今季からね参入している新チーム、おっと A はますよ皆さん、イエイエイ。さあまだわからないからね、 OK 外れた。さあ行きましょう、チャンスはあるよ、おっとナイスリバン。さあ三沢選手アタックから、いけるかな、いけるかな、 OK グッショー。さあ13対8、平成で巻き返しました、レッツゴー。しかし囲碁選手が今日は止まらないんです。おーっと読んだ。さあ三沢選手もレッツゴー、おーっとグーディさあ K セレクトも徐々に追い上げてきました。今ね観客席にはチーム K セレクトの松浦選手もいらっしゃってますからね、皆さん後で写真撮ってください。おーっと来た、これで13対10、一気に K セレクト3点差。しかしおっとさあ来た、来るか、あーナイスブロック、いやー来ましたね。おっと大丈夫ですか。ありがとうございます。すごいね、ボールも飛び込んでくるからね、気をつけてね。はい、K セレクトもあっという間に10点まで3点差、わからないね、はい、
さあここからどう展開するか。おっとグッティ、さあショットクロック1秒、さあ15番青木選手もコブが飛んでます。さあ1秒打つしかない。これはグッティ、これは囲碁選手のグッドディフェンスですね。さあ折り返し4分半、13対10。さあまだまだ分かりませんよこのスレッグ3。さあ勝負どころですね、勝負どころ。さあ2ポイントが入れば一気にチャンスはありますよ。さあコンビプレーから、さあ塚原選手いけるか、いけるか。さあこれは惜しい。さあ注目の囲碁選手、今日は非常に得点を量産してます。さあ来るか、ナイスパース。非常に合わせがうまい、いいチームですね。さあここからどう展開する。おっといった、青木選手非常にフィジカルもある。おっとグッティ、さあドミネートが連続でシャットしてますね。今日は非常に得点を量産してます。さあ来るか、ナイスパース。非常にノールックで味方にパスをしてるのいいですね。それをちゃんと受け止めててすごいです。15番の、あ、5番か、岩佐選手のノールックパスが、はい、すごかったです。どうですか。え、今めちゃくちゃ言われちゃって、言われちゃった、書いてあるんですけど、岩佐さんのパスが本当に何だろう、見せるパスっていうか、ね、スピード感もすごくて、ね、すごいですね。取る仲間もすごいよね。はい、ね、うん、さあ後半戦頑張りましょう。さあ残り3分51秒、3分51秒あります。14対10、まだまだ分かりません。 3x3、 アークの外は2点、内側は1点、まだまだ追いつけますよ。さあナイスパース。さあ来るか、おっと、さあナイスリバン。さあ当たってますよ、 OK。 さあ注目のパス出た、来るか、おっとナイスリバン、シュート前。今日はひまわり娘さんたちが言うと選手プレー上がるね、はい、このルック出たね今どんどんね注目の選手見つけていただいて。さあドミネートボールからリスタート。さあ勝負どころ、ここはエースの囲碁選手いけるかな。レッツゴー、おグッディ、おっと惜しい。さあここは K セレクトが1本グッディ止めました。さあここでシューターの西田選手来ましたね。まだまだ分かりません、ここ踏ん張りどころ、いけるかな。さあ踏ん張れるか、来るか、非常にスキルがある。そして青選手ナイスリバン、おっと。さあこれはK セレクトボール、ナイスルーズ。さあここ得点止まってますね、非常に K セレクトが粘りを見せてます。さあぜひここから勝負、 OK。 さあ10秒からリスタート。さあここからどうやって展開していくか。おっとインサイド、これはチームプレーか。さあ非常にディフェンスが硬い、素晴らしい連携からの、わーナイスプレイ。さあ15点目、3分切って、さあノックアウトも見える時間帯。さあ来るか、ナイスパース、おっともう1回、さあ外れてる、ナイスルーツ。さあ塚原選手粘ってますが、さあ少しコートが滑るのか、ナイスパース。
岩佐選手のパスが非常に光ってますね。ナイスショー。さあこれで17点目。さあノックアウト見えてきた。さあいけるかな。おっとファールで1回止めます。滑るのか。ナイスパス。岩佐選手のパスが非常に光ってますね。ナイスショー。17対10、2分14秒。どうですか紫の K セレクト、どう追い上げてますけど。K セレクトさんのなんかボールを取りに行く姿勢の気合がめちゃくちゃ感じられて、すっごいかっこいいです。かっこいい、はい、素晴らしい。K セレクトもね、あの非常に今年から入ったチームなんですけど、みんな小さくても頑張るチームなんで、ぜひ応援しましょう。はい。さあひまわり娘さんが K セレクト非常にハッスルする素敵なチームだと、これ返さないといけないよ。やりましょう、行きましょう。皆さん船橋ホームゲームですけど楽しんでいきましょう。ぜひね皆さんも一緒に楽しみましょう。さあ後半戦、さあ来るか。おっと、おイエイイエイ。さあ囲碁選手ディフェンスも素晴らしい。さあ17対10、ここで囲碁選手のブロックショットが炸裂してます。さあ来るか。さあ踏ん張りどころしのげるか。レッツゴー。おっとナイスパス。これがこのパスが非常に通りますね。そして素晴らしいアタック。さあ囲碁選手が得点を量産してます。さあまだ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 いけますよ。さあ2分あれば十分。ここからさあどう。さあチームプレーから。おっとエース K。 さあショットゴールかない、打つしかない。あー非常に激しいディフェンス。さあ1分39秒。さあドミネート残り3点でノックアウト、しのげるか K セレクト。さあおっとスリップ。おお非常に。さあこのパスが通って、おっとリバウンド。さあナイスルーズ。さあここは守った。さあ返せるか。さあ三沢選手強い強い。どっち、あ出てない。おお今のは、今のはドッジボール。さあ18対10。さあ残り1分17秒。最後までわからないですよ。さあ4秒から。さあブロックショットが高い。さあこれはドミネートボール。そしてこのパスが通る。さあ19点。さあドミネートノックアウトまで。おっとさあルーズボール。いいですね囲碁選手非常にクレバー。おっとナイスパス。さあ選手交代。 K セレクト14番西田選手、ドミネートも11番大野選手入ります。さあ K セレクト残り1分しのげるか。さあ1点でも多く取りたい。おっとこれはつながった。 OK 1点返して19対11。さあここからドミネートは最後どう仕上げるか。おー KO。 さあ第2試合目、ドミネート21点、 K セレクト11点、千葉県ドミネートの勝利です。